はだろうか。じゃああとはなんだ。ああ僕じゃなければ笑えるだろうか。じゃあ他はなんだ。
してるセッションです。はい。ですね、まずなんか愉快な仲間たちの、ね、メンバー紹介からしていきたいと思います。まあ一番最初めっちゃなんか豪快に出ていったギターの、ね、彼が岡くんですね。リズメのギターの岡くんです。まあ、彼はユニバでハリーポッターのところでね働いてるのですごいいつもそんな感じじゃないんで、ほんとに。で、ドラムが関大からの、チサッティ、チサッティかな、かわいい。はい。で、ベースが関学からの、かなりさん。彼はせいちゃんと呼んでほしいらしいので呼んであげてください。はい、せいちゃんと呼んでください。誰か行きます。せいちゃん、はい、せいちゃん、せいちゃん、はい、せいちゃん、せいちゃんです。はい、まあ、SE で流れてた曲が彼が組んでる外版のなんかマイロテンサスというバンドの曲なので、まあぜひまた調べて聴いてください。5月5日に阿部のロックタウンでライブします。ボーカルはプレモライトでさっき出てたんですが、ディープの感覚から大井あゆみです。よろしくお願いします。また続いてきますか。ちょっとなったりした曲ばっかりなんですが、ひとしきり
喋らせてもらいますね。誰や、何やの言うたの。誰や。先ほど紹介ありました、オッカーです。オッカーです。オッカー。ちょっと、そうですね、とりあえずみんなで記念写真一回撮りましょうか。ちょっと、記念写真撮って、岡村君のツイあのインスタを始めたので、インスタの方に載っけたいなと。フォローしてほしいんですよ、岡村が。5人ぐらいしか友達いないんでね。ぜひぜひ、今日飲み会来る人、岡村のインスタをちょっとフォローしてほしいっていうのと。OKTA_SATO で大丈夫ですか。あ、ごめんなさい、写真撮るの忘れてました。自分で言うとりダメですけど、いいじゃないですか。まあ写真写りたい人手挙げてください。一人だけでいいですか。一人だけでいいですか。大丈夫です。すいません、行きますよ。ちょっと端っこの方映らなかったらごめんなさい。行きます。まゆみさんの頭が映ってますけど、まあ、気にせず後で載ってますね。ちょっとチューニングまだっぽいのでもうちょい喋らせてもらいますけど、一応ハリーポッターの方でちょっと店員の方をさせてもらってまして、ちょっとこれはもう最近おねみたいに言われたんで、おねって言われたんで最近、それはちょっと恥ずかしいなっていうのを、また後で。お酒あります。なんか申し訳ないなと思って。新しくなって水原君とめっちゃ綺麗になったんですよ。ちょっと知らないですよ、まだ乗ってないでね、僕も。そう、そのアトラクション出たところにフィルチュの募集品店っていうお店があるんですけど、そちらでちょっと物を売らせてもらってますので、ぜひぜひ皆さんハリーポッター来たらその寄ってください。そしたら多分僕がこんな感じでいつも喋ってるんで、本当にこんな感じで、もう女子力高いって最近言われて、常にピカピカなんですよ。しょうもない話、めっちゃしょうもない話なんですよ。常にずっと磨いてて、めっちゃ恥ずかしい、やばい。まあ出すか。これもちょっと限界ありますよ。ちょっとまた飲み会で喋りましょう。すごい。